イスです。伊勢とルイスです。ベネチア3日目ですね。じゃーん。じゃーん。今日はゴンドラに乗って、夜はすごいロマンチックなディナーを食べに行こうと思います。めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。やばい、これは一番ハニムーンっぽいの日と思います。本当にすごい楽しみにしてた。せっかくベネチアに行ったらやっぱりゴンドラじゃん。で、ゴンドラは80ユーロだから、まあ2万円弱するんだけど、絶対乗る価値あるし、80ユーロは6時までなんだけど、今7時以降は100ユーロだから、ジャスト2万円ぐらいかな。ね、なんだけど、まあここでしかできない経験だから、ちょっと絶対乗りたいということで今ゴンドラ乗り場に来ました。ねえ、なんか結構豪華なボートライドですねめっちゃいいよね。これとかめっちゃ可愛い。可愛いよね。ハートの可愛いのとかいろいろね、いろんなタイプのゴンドラがあってどれになるかわかんないんですけど、あれとかも可愛いじゃん。そうそうそう、赤は可愛いね。赤可愛いね。乗ってみますか。じゃあ乗りましょう。じゃあ早速行きましょう。行きましょうLet's goShe's from Japan. She is from Japan. Yeah. Konbanwa. Konbanwa. Kiyosukete. Domo arigato. Ah, aspetta, aspetta. Chotto matte, kudasai. Chotto matte. Hey, hey, China. Chotto matte. I wrong. Yeah. Another gondola is first than me. Ah, okay. Okay. Sure. Other gondola is coming for you. Okay. All right. Okay. Sorry. Let's go. Let's go. It's coming next gondola. No worries. Thank you very much. Thank you. 違うやつだった。違うやつだ。ゴンドラの人はなんか4カ国語喋らないとなれないらしくて、多分この人1個に日本語だよね。多分日本かな。多分日本語1個やってる。あ、このピンクの赤が良かったけど、あっちか。黒かな。あ、黒、でもこれも可愛いと思う。まあ可愛いね。OK。ハッピーシャイキュー。伊勢ちゃん。大丈夫？大丈夫？大丈夫そう？うわ、揺れる、揺れるやん。うわ、やば。Yeah, ready? Yes, hello. Hello. あ、行きましょう。わあ、やば、かわいい。わあ、かわいいやん。めっちゃ素敵。すごい。ああ、ラブリー。The first time Venice? Yes, yeah, first time. Yeah, yeah. You like it, Joy? Yes. Yeah, I love it. Amazing city. Amazing city. Thank you. Now is a good moment. It's very quiet. Yeah, yeah, yeah. Every moment. The morning is very private. Ah. Now it's very quiet. It's very nice in the evening. Yeah. Yeah, yeah. You can come.ダルメーションありゃ。ダルメーション。かわいい。犬も乗せれるんだ。ちょっとロゼ連れてくるか。ローズもあるよ。かわいいね。めっちゃかわいい。ゴンドラの運転する人の体重を考えて傾きをのあるように作られてるらしいよ。すごいね。本当にすごい。ちょっと怖いね。ちょっと斜め。The water I dip is in 2 meters. 2 meters? 2 meters. In the canal, in the Grand Canal, 5 meters. Oh, God. The water, the maximum level is yes. the lane green, no? Huh? Oh, they yeah. Up, okay. down every day, no? Yeah. 6 hours go up, 6 hours go down. Mm. But November, December, in the winter, half yes. meter more. Mm. Oh, wow. See, nobody live in the first floor. People live in the second floor. Oh, because it's so hot. Wow. Oh, nobody Here, the people live in. Wow, really? There's 60,000 population. Wow. 60,000.へえ。てかこっち撮った方がいいかな。めっちゃ可愛いゴンドラ。本当にね。やば、夢の世界これ。やば。橋がある。あのと下通るのかな。かな。うわ。可愛い。So nice to see you from the water。ね。ね。最高すぎる。もしかしてルイス重いからそっち傾いてんじゃない？そうかもよ。そうかもよ。ルイスはこの横で結構太ったよ。見て、ちょっとルイスの方に傾いて。やばい。ルイスの体重が。You can see on the right side. Yeah. Look at the black. Here on the right. On the right? Yeah, yeah, yeah this one. Mm. Here, maybe here, Mozart. Mozart, oh. there's Mozart. Oh, wow. Musician, no? Yeah, yeah. Mozart, you lived here? You know Mozart? Yeah, 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 of course, of course. Very famous. Excuse me, is it okay if she moves here? Is it okay? Thank you. Don't call me? Yeah, 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 yeah. Of course. Is it okay? I will move over, maybe.Very nice. Hi, cheese. マジでビジョ。Hi, cheese. 待って、ここから撮るルイスもいいかも。あ、めっちゃいいわ。王子様。王子さん？おじいさん。はい、モレイ。ここから見るルイス超イケメン。やば。やば。これギリギリ見て。めっちゃギリギリ。やば。ギリギリ。すごいね。すごい。わお。わお。That amazing.
good teacher, my father. そうですよね。うん。めっちゃちょうどいい時間と思う。朝とかはこうみんなが荷物運搬する船が多くてうるさいらしいけど、今は夕暮れのロマンチックで一番いい時間らしい。今、夜7時ぐらいだね。ね。なんかフィリピンとはやっぱ違うね。フィリピンで乗ったゴンドラとは。そうそうそう。でもそれは良かったけど、全然違うね。全然違う。全然違うね。ここのレストランいいね。本当にね。本当にお家もカラフルで可愛いし、レストランもたくさん。グランカナル。グランカナル。グランカナル。おー、ラブリー。わあ、大きい運河に来ました。グランドキャナル。すごい。うわあ。うわあ。やば、見て。すごい。やば。最高。嘘みたい。すごい。鳥肌立つぐらい綺麗。今夢かな。今夢だよ。夢かな。今夢見てる。Like, I can't describe to you. Like I've seen pictures of this before, but seeing it for real is something like incredible. 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 We got a nice background. Look, look, look. You see that? Yeah. 戻ってきたかな。あ、ここ入るんだ。そう。早かった。時間経つのは早かった。もう一回。とりあえず、soak in the rest of the view。はい。最高すぎる。Sorry。Hello。レイカー。Ciao。Hello。なんか乗ってきた。説明持っていこう。あと40。いや、幸せすぎた。ね。ありがとう、リセちゃん。こちらこそ。幸せ。リセとルイス。はい、ゴンドラ最高だったね。本当に最高だった。やばいね。やばかった。本当今ねホテルに戻ってじゃん着替えました。着替えました。リセちゃんマジで綺麗。マジで綺麗。やばいよ。ありがとう。大好き。いつもめっちゃかっこいいよ。わありがとう。なんかイタリア人になってきた。確ちょっとねせっかく可愛い感じにドレスアップしたので今からディナーを食べに行こうと。行きましょう。ルイスが予約してくれました。私は何か分かってないけど。秘密ですね。とりあえず秘密。え、楽しみ。楽しみね。行きましょう。行きましょう。はい、今日のレストランはここです。リストランテバーエノーティカ。そう、ビストロデベネス。ビストロデベネス。行きましょう。かわいいなんか。行きましょう。はい、we have a reservation. I'm the name Louis Wilson. 誰もいないけど。I have it in the corner. Thank you. I think Madame, this one is for you. Thank you. ルイスからバラの花をもらいました。かわいい。なんかこのテーブルだけテーブルクロス赤だけど。ロマンティックテーブルです。ロマンティックテーブルです。それルイスが頼んだの？そう。え、本当に？もしかしてプロポーズされますか、今。かわいい。これがメニューです。ありがとう、もう頼んでくれたんだ。どうぞ。楽しみ。で最初のドリンクのスパークリングワイン。You got it forever. はい、パンちゃん来ました。フォカッチャちゃんと何かよくわかんないのと、パンのスティックと丸パン。パンの名前はちゃんとわかるね。そうそう、プロだから。プロだからね。オリーブオイル。オリーブオイル。リセちゃんはそのハート好きやね。これめっちゃ好き。持って帰っていいかな、これ。I can take this home? そう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 、もちろんもちろん。I feel like it would be really good to put this up, like, in the frame without painting. おー、いいね。そうしよう。ワインリスト。ワインの聖書みたいでしょ。やば、どんだけ種類ある。やばいよ、そんな選べんくない。ちょっと待ってください。 Just give me 2 hours to read this. 赤か白、どっち欲しい。赤かな。うちらのテーブルも赤だしね。赤はどこ？赤はどこ？そこから。いや待って、ワインがね4万とか、安くても2万か。これは？え、どういうこと？1370ユーロです。30万。そうそうそう。ルイス、それお願い。
好きでしょ、私のこと。好きだよ。There's loads of different choices here though, and like, so I feel like it's a really good place because they have a lot of things, and they also, they have the wine tasters, wine connoisseurs that can recommend us stuff, so I feel like it's a really good place for wine, so it's really nice, really nice. ちなみになんか、最初ね、私の講座で、まあ、大体予算決めて旅行してたら、もうそれが尽きたね。だから私のアカウントがもうゼロになって。そんなに使ってるつもりないんだけど、まあ、ルイスの家族にご馳走したりとか、夜ご飯1回で1万とかでしょ、一月海外にいたらもう100万とかね、かかるんだと思って、もうすごい怖いよ。最近、円は弱いね。そう、円安だから、もう本当に、そうそうそう、今もうルイスのアカウントからお金がめちゃくちゃ削られてる。2人でここで、これ、新婚旅行って決めてたお金が全部なくなって、今、ルイスの貯金使ってる。それはもちろん大丈夫なの。だからもうルイス次第よ、ここのワインのセレクトは。見つけた？安いんです。I don't really want to decide based on that. I want to decide based on like if something's going to be nice, you know? So I feel like this is a honeymoon and we should treat ourselves. Why not? いいんですか？ダメです。ダメですか？そんな高いワイン飲んだことない。ごめんね、でもルイスは決めました。知らないよ。愛してる。帰ってから毎日キュウリね。毎日キュウリ？さあ毎日トマトね。So we just had a professional wine taster help us to choose our wine. おすすめされたらね、もうノーと言えないので、1万円ぐらいのワインですけど。Okay, thank you very much. It's amazing. They changed our glasses for us. そうそうそう。ワインによって多分グラスの形が違うんだろうね。すっごいよね。いい匂い。Don't down it. おいしい。本当においしいよね。香りがすごい。うん。That is the first time I've had a wine like that. 本当にすごい。マジでおいしい。ね。なんかフレッシュだけど深みもある。そうそう。めっちゃおいしい。リセットルイスです。いや、さすがにこれサーモン、本当に？あ、でもちょっとオレンジだわ。じゃあサーモンなんだ。美味しそう。美味しそう。おー、美味しそう。あ、いい匂いする。わー、thank you so much。かわいい。かわいいよね。めっちゃ美味しそう、そっか。もしかしたらこれカビア？カビアか、わからないよね。違うんじゃない？なんか緑いいし。楽しみ、楽しみ。美味しそう。で、私は牛タンです。めっちゃやばい。これ何かな？すっごい辛いのそれ。めちゃくちゃ美味しそう、やば。いただきます。幸せ。やば、幸せ。本当に幸せ。Homemade mustard jelly。Mustard jelly。Yes。Homemade basil caviar。Yes。And datterino tomato confit。美味しいの。Thank you。Love it。Thank you so much。Thank you。Bon appetit。Enjoy food。Yeah。召し上がれ。ありがとう。わあ、美味しそう。なんかアボカドに見える。リセちゃんの。美味しそう。エビのパスタ。いきます。これ辛いやつ。全部違う。こんぐらいかな。イタリアだとパスタはスプーン使って食べるのはダメって聞いたけど、なんかスプーンも一緒に来た。使っていいのかな。いいよいいよ全然。さっきのビーフタンもめっちゃ美味しかった。ルイスは一口食べたね。美味しかった。辛いかもよ。辛いかな。なんか辛いソース結構かけちゃった。いただきます。どうぞ。美味しい。トマト美味しい。よかった、フレッシュトマトといったね。うん、美味しい、ちょうどいい辛さ。よかった。はい、ルイスも。アボカド。アボカドじゃない。ラビオリです。ラビオリとアーモンドとチーズです。はい。どう？美味しい。本当に美味しいよ。足りないよ。ね、少ないよね。うん。足りない。わあ、美味しそう。Thank you。私はね、牛のフィレ肉です。スイスは？私はラムです。ラム。めっちゃいい匂い。めっちゃいい。なんかミントの香りがする。いただきます。レアで頼みました。今よだれ。今よだれ。これ私のだから。そうそうそう。うわ。いただきます。
幸せそう。やば。めっちゃ可愛いよ。本当にやばい。よかった。本当に美味しい。Ramen. On the menu it said artichoke, but he said that this season is not so good for artichoke, so instead they've done aubergine. Mint sauce. やわらかい。あ、美味しい。よかった。本当に美味しい。幸せ。楽しみます。わー、かわいい。かわいい。Cake, madam. Wow. Thank you. Thank you so much. So cute. Thank you. I think you have on and on. Yeah, on. Hey, Luis, 頼んでくれたの？そうそう、私たちのハートです。ね、可愛い。リセちゃん、食べてください。いや、食べれない。食べれないの？なんで？もったいないか。なんか嬉しくて泣きそうだから。本当？泣かないで。大好き。リサも泣きそうよ。愛してる、マジで。本当に。本当に。ありがとう。じゃあ食べましょう。ありがとうね、ルイス。こちらこそ。世界一大好き。リサとルイスです。はい、お会計が383ユーロですね。つまりは、結構ですね。6万か。ね。エッグ。6万はやばくない？ It was really worth it. 美味しかった。いや、めっちゃ美味しかったけどさ、いや正直日本で6万払ったらめっちゃ美味しいお寿司コースとか食べれるけど、まあそのぐらい価値がある。美味しかったね、ルイス。ありがとう。よかった、ありがとう。高級だけど雰囲気もいいし、すごいロマンチックな気分を味わえたので、すごいルイスに感謝です。ありがとうございます。こちらこそありがとう。なんかゴンドラも乗って、なんかロマンチックなディナーも食べれて、本当に素敵な新婚旅行だったなと思いますし、あさってね日本に帰るんだけど、Like, this whole like, European trip has been amazing. リセさんおかげで、本当に。全部ルイスに頼りっぱなし。もうなんか、どこ行くにも、あ、ルイス次どこみたいな。え、どうやって行くみたいな。次ここ行きたいってだけ言えば、ルイスが全部道案内してくれるみたいな。そんな感じだったから、本当にルイスに感謝だし、このヨーロッパ旅行、ルイスのおかげで本当に楽しかったし、幸せだったなと思います。日本に帰ってからもね、変わらずラブラブで幸せに過ごしたいなと思います。Literally, though, everything has been absolutely up to you.Like, I could not have done this trip without you, and I really, really appreciate you coming with me. And like, I know it's a honeymoon, but like, it would not have been the same without you. I love you so much. 本当。めっちゃ好き。今はとりあえずロゼに会うのが楽しみだね。そう、それも楽しみ。じゃあ、この動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。また日本に帰ってからもね、たくさん動画出すので、皆さん楽しみにしていてください。あと、この海外の期間、たくさん動画出しましたけど、皆さん楽しんでくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、また。またねー。バイバイ。バイバイ。